日ハム伊藤博美、ダルさんとは。伊藤は目をキラキラと輝かせていた。午後2時19分にダルビッシュがエスコンフィールドのグラウンドに降り立った。宮西と共に軽く体を動かす一挙手一投足を一塁側ベンチから見つめ、途中から一緒にグラウンド上に立って話しました。伊藤、ダルさんも全然自分がここにいても違和感ないって言っていましたけど、なんか本当にそんな雰囲気はありました。伊藤、このマウンドどう？投げやすい？みたいな会話もありましたし、ここは結構すぐホームラン入るんちゃうん？みたいな話もあって、そうですねって返して笑い、そんな感じでした。伊藤、長くやられている秘訣があると思い、現状の体の状態や今後は体をどう持っていくとかを質問した。やっぱり年々体の可動域が狭くなってきて難しくなってくるとおっしゃっていた。僕は今そこに気づけるとさらに良くなるのかなと感じた。明日からまた意識してできたらと思います。伊藤、本当にみんな興奮していたと思う。そういう選手になれるように僕も努力していきたい。おー、よかった、ヒロミダルに会えたんだね。ヒロミとダル良い関係よな。伊藤、メジャー行くならうまくいってほしいな。ちょっとちっちゃいダルって感じでいいよ今の伊藤。ヒロミさん、連続完封完投をかけた試合で1回と9回にタワーイレブンのダルさんとマウンドのヒロミを交互に映す演出が好きすぎるので、同心の画角ええな。ダルにメロメロな伊藤、かわいいな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。